おうちでキャンパスは。これから7号館を紹介します。それでは行きましょう。ここ7号館は心理カウンセリング学科の学生が授業で多く使っている校舎です。心理カウンセリング学科の授業はここが多く利用されます。扇形の教室なのでどの角度からでも黒板が見えやすい位置になっております。生徒一人一人には学生証が渡されます。こちらをこの機械にピッてすると打刻ができるようになっていますので、授業の出席がこちらで取られます。こちらは小教室です。40人程度が入りまして、クラス単位の授業や履修者が少ない授業でここの教室が使われます。ここは通称七地下と呼ばれています。ファミリーマートがあります。お昼の間は学生で多く賑わっております。休み時間も学生が過ごす場になっているのがここ七地下です。壁の絵は子ども学科の岡本先生の絵でございます。それではエレベーターで3階に上がります。ここは各教授の研究室があります。3年生から始まるゼミの授業で利用する場合もあります。心理学専門なだけあって個性的な先生ばかりで話すととても面白いです。ここまでツアーしてきてどうでしたか？そういえば高校は何の部活に入っていったんですか？私はバスケ部でした。こう見えてちっちゃくてもやってたんですよ。他の大学に入ったらサークルもあるんで、いろいろ受ければ見てみてくださいね。ここはマナブースです。学生の自習、休憩、共同作業スペースとして使われています。カウンセリングセンターについて説明していきます。目白大学心理カウンセリングセンターは地域に開かれた相談機関です。様々な心の悩みや心理的な問題、子どもの発達の問題で困っている方の相談に応じています。ライプレイルームは子ども5、6人程度の集団療法で使用します。角にカメラとマイクがついていて、モニター室からの中の様子が確認できます。小プレイルームは対人関係が苦手な子どもが使います。カウンセラーと1対1で遊んだりする場所になっております。その様子は隣の部屋からマジックミラーで確認できます。面接室はリラックスして話のできる座席位置。正面に座ると落ち着かなかったり緊張してしまったりすることがあるので、それを緩和できるように座席位置をずらしていたりします。箱庭療法は砂の入った箱に砂を掘ったり盛ったり、いくつかのおもちゃを並べたりして遊ぶ遊戯療法の一種です。対象は子どもに限らず大人でもよく、言葉による表現が困難になっているケースや身体症状が問題になっているケースに良い治療と言えます。認知研修やピアサポートなど体験学習の機会を豊富に提供しております。
演習では各クラスでグループに分かれ、新書を読み、レジュメを作成後、発表を行います。統計では数字を使います。心を数字に置き換え、データを集計します。当センターの相談員は臨床心理士をはじめとした専門資格を有する者のほか、心理士臨床の専門的な訓練を受けている大学院生が教員の指導の下でご相談を担当しています。